どうも、ロードシルクの個人チャンネルへようこそ、シルクロードでございます。本日はですね、夕方ぐらいかな、動画の買い出しに行った時に、とあるね、カードショップにもちょっと寄ったんですよ。穴抜けの紐がなくなってしまいましてですね、僕のデッキを作りすぎて、穴抜けの紐を2枚買ったと同時に、オリパ買いたいなと。で、最近買ったね、俺のね、福袋みたいなオリパがあったんですけど、いまいちいいのが出なくてですね、当たった SR が、ダンサーっていう、たったその1枚だけだったんですよ。コメント欄にですね、オリパもっといいの絶対売ってるはずだから買ってくださいって、コメントで来たので、あ、よし、わかったと、オリパ買いに行ってみようと思って、僕が入ったお店にあったオリパがですね、一口1万円するんですよ。たっかいオリパがあって、ポケカで1万円のオリパってどんなもんが入ってんだと思いましたので、今日ね、思い切って買ってみました。基本的に僕が買うね、オリパって大体ね、1000円2000円ぐらいのやつを買ってたんですけど、1万円オリパってちょっと面白いなと思ってね、買ってみました。それがこちらです。こちらでございます。これが、今回買ったオリパです。5万円分買いました。結構よ、5万円分だぜ。オリパで当たり枠みたいなのが書いてあったんですよ。一番ね、目を引いた当たり枠、それがですね、こないだ白銀のアルカナで出たセレナっていうカードがあるんですよ。そのセレナがなんかめちゃくちゃ入ってるやつがたまにあるみたい。そんなん欲しいじゃん。で、 SR のセレナ今買ったらね、多分3万ぐらいすんのかな。高いんすよ。当てたいなーと思って。もう大当たりじゃん、どう考えても。それ当たったらね。僕がね、よく行く、ハレルヤ2ってご存知かな？秋葉原にある、まあ、多分ハレルヤの1の方がね、マジック・ザ・ギャザリングとか MTG の専門だったかなのお店だった気がするんですけど、で、ハレルヤ2がポケカ専門店なんですよ。で、ここ最近ね、ヒカキンさんがリザードン買ったところ、あそこです。あそこね、実は僕昔からよく行って、その横にあるですね、まあ、横にあると言うとね、語弊があるわ。横にあるのはね、ローストビーフ丼があるお店なんですけど、あそこ美味しいんですよね。もっと奥の方にカードラッシュっていうね、お店があるんですよ。まあ多分カードやってる人なら知ってるでしょ。多分だけど、あれじゃない、斎藤光成選手ってカードラッシュの多分所属じゃなかったでしたっけ。竜王のもうむちゃくちゃポケカが上手で、上手とかのレベルじゃねえわ、日本を代表する屈指のプレイヤーみたいな方がいるんですけど、で、そのカードラッシュに行ったらあったんですよ、これが。ちょっと開けてみたいと思います。あと、そうそうそう、ここ最近ね、パックとかを買うとなぜか UR がむちゃくちゃ出るっていうね、今ラッキーが続いてるので、多分これめちゃくちゃいいの引くと思います。うわ、なんかのスペシャルアートとか、あの辺は引きたいな。じゃあ今からね、オリパ開けていきたいと思います。やった、これね、5万円分ですからね。これ開けていきましょうか。まず1袋目、開けます。うわー、ちょっと緊張する。開けます、せーの。おー、見えないようになってるわ。じゃあちょっと見てみましょうか。どっちが当たり、スッと、いくよ、せー、どっちだ、はい、ええ、おポッチャマ、これは CHR かな、だよね。と、こちら、活力の壺の UR が出ました。なんか当たりなのか、これ。これはでもなんか、まあまあ、しそうな気がするけど、活力の壺ってあれだよね。一撃のデッキに入るやつだよね。ゲンガーとかのデッキによく見るわ。うわ、このでもポッチャマめっちゃ可愛いわ。これめっちゃ可愛い。うわぁ。ポッチャマね、こいつ基本的に世話焼かれるの大嫌いなんですよね。多分、皇帝ペンギンの子供みたいな感じのポケモンなんですよ。だから多分ね、世話焼かれるの嫌いなんですよね。プライドが高いっていう。だからトレーナーと仲良くなるのは難しいとここに書いてありますね。はるかだと思う、確かこのトレーナーと、ポッチャマ。はるかだっけ、これ。いや、はるかじゃねえな。君は誰だあなた誰いや、でも結構ね、有名なトレーナーだった気がする。今、名前俺が思い出せないだけで、俺見たことは全然ある。誰だっけな、この人。忘れちゃいましたので、まあ一旦置いときましょう。活力の壺の UR。僕、一撃デッキ持ってないんですよ。申し訳ないが。ゲンガーのデッキ作ってないんですよね。ターボ型ゲンガーとか作りたいなと思ったけど、まあでも、とりあえず UR 出たのはちょっと嬉しいから、ありがとうございます。まあでも、なんか、一つ目って感じ。うわー、なんか、ブイズのスペシャルアートとか出ないかな？出ねえか。ニンフィアの VMAX スペシャルアートとか出たら僕飛んで喜ぶんですけどね。まあ多分ねえな。セレナとか引きたい。マリーの、なんかあれでもいいわ。4万円の方。あれでもいいわ。二口目、開けまーす。うーわ、これ楽しい。楽しい。いきまーす。せーの、ドン。お、来た！ブラッキーのスペシャルアート！言ってたら来た！すげえ！すげえ！言ってたら来たぞ、ブイズのスペシャルアート。CSR、ブラッキー。あれ？ CSR か。これあれじゃね？確か、ブラッキーのスペシャルアートは、なんか奥の方でこうやって見下ろしてるやつだった気がする。だからこれ CSR だから、
ペシャルアートではないか。あ、まあでもいいわ、嬉しい。ブラッキー V の CSR とクロワットが出ましたね。まあ、クロワットはね、何の敵でも強いから。かわいいブラッキー。これも一撃のブラッキーですね。ブラッキー VMAX はあれだよね、特性が確かボスの指令のあれ持ってるんですよね。今のところは、まあまあまあ、ね、1万円って感じするわ。え、ここら辺でちょっとぶち当てたいな。3口目、開けまーす。うわー、これ1万円っていう高価なオリパだからこそ楽しいな。せーの、はい。このスタンスは変わらないんだね。いきまーす。スリーブ抜いて、いきます。せーの、こい。アロマなお姉さん、おお、あ、野党三姉妹の SR、 アロマなお姉さんの SR 2580円、まあ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 だけど可愛いから許す。アロマなお姉さん可愛い。何この子可愛い。効果、自分の山札を2枚引く、その後自分のバトルポケモンの特殊状態を全て回復する。あー確かに特殊状態系か。特殊状態系だって今何がある。あれか、クロバットのデッキとかね、あの辺腹立つよね。あの、葉隠れポンチョとかでさ、守りながらずっと毒で攻撃してくるやつね。あれとかのデッキに、対抗するためにこれとかはまあまあ、いや、でも入れないな、でも入れないな。野党三姉妹の SR ね、これはね、相手の山札の上から5枚見て、グッズをね、好き放題捨てれるっていうやつだね。ライブラリアウトのデッキによく使う。例えば、ギャラドスの、ポケゴーのパックで出てきたやつだね。暴れまくるだっけ、暴れ回るだっけの、ギャラドスのデッキとか、まあ、アイアントとかね、そういうのに、まあ、野党は入るね。はい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 、いい感じいい感じ。はい、でも今のところちょっと欲しいのが、ちょっと微妙に外れてきてるな。いや、あとね、二口なんすよ。マジか。マジでちょっと、ここらでいいの当てたい。では、四口目いきまーす。頼む頼む頼む、頼む、ほんと頼む、ほんと頼む。よし、いくぞ。せーの。え？ん？お嬢様、あれお嬢様5000円ぐらいしなかった？え？お嬢様結構高かった気するよ。お嬢様7180円、高っ。お嬢様気持ち悪い今の言い方。ガラルネギがないと V もう当たったけど、これは多分外れだよね。ガラルネギがないと V、 これは多分だけど外れだと思う。一応読んでやるか。特性誓いの槍、自分の番にこのポケモンがベンチからバトル場に出た時1回使える。自分の場のポケモンについている等エネルギーを好きなだけ選び、このポケモンに付け替える。あー、だからあれか、後ろから出てきて急になんかエネルギー揃ってホールスターっていうこの200の攻撃を相手に与えられるってやつね。そんな別にいらねえなネギ子強いんかこれ。そんなことよりお嬢様よ。マジか。お嬢様普通に嬉しい。7000円ぐらいしますこのカード。お嬢様、これ俺知ってはいたけど、このカードの効果なんだろう。自分の山札から基本エネルギーを4枚選び、相手に捨て手札に加える。そして山札を切る。いつ使うの？どのデッキに入るの？お嬢様。まあでもお嬢様が可愛いから多分値段ついてんだろうなこれ。そんな気がする。いや、ちょっと今回は当たりな気がする。お嬢様はいいでしょ。いい方いい方、めっちゃ可愛い。よしよしよし、いいぞいいぞ。え、待って、でもさ、1万円福袋に、まあ、オリパか、1万円オリパなのに UR が今1枚しか出てない。で、しかも SR の当たり枠お嬢様ぐらいしょ今。頼むて、セレナ頼む、セレナ頼む。いや、ここで引くのが俺だから頼む、お願い頼む頼む頼むよ。これ最後です。5口目シュッ、いきます。頼む、セレナ出てこい、セレナ。せーの、あれ？ピカチュウ？え？え？いや、多分だけど、ファイアローはそんな高くないんだけど、このピカチュウ高いんちゃう？ポケモンって言ったら基本的にリザードンとピカチュウは高いですからね。ピカチュウ V！ 見して見して見して。ピカチュウ V！ これ、あれじゃない？なんか、8000円ぐらいいっちゃうんじゃない？これまさか3000円とかじゃないでしょ？ピカチュウ V の SR は、4480円！なんとも言えないけど可愛い。肉面ぐらい可愛い。1エネで充電っていう技使える。エネなしで打って充電は、充電エネルギー1個いるかね。ねえあなた、何よエネ1個で打つ充電って技。自分の山札から雷エネルギー2枚まで選び、このポケモンにつける。そして山札を切る。もうエネなしで打って、これ充電技の名前からして。なんで1個充電たまらないと充電打てないんだよ。そんなことあるか。充電がなくなってるから充電を打つんだよ。無エネで打て。3つたまると10万ボルトって
お前すごいな、2個エネルギー貯まるだけで10万ボルト出せるのか。とんでもねえ家電だな。家電ではねえんだけど、これ、このポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュする。また充電してもじゃん、この子この子ねえ、ピカチュウさん、無エネで充電は打って、で、溜まったら10万ボルト打って、なんでもう1個エネルギーつけないとあなた充電できないの。気になるわこういう子。はい、ということでね、1万円オリパー、開けてみた結果、これは結果的にこれどっちよ、これ良かったの悪かったの。ちなみにブラッキー V の CHR?CSR か、ブラッキー V の CSR はどのくらい。これによってはだいぶ変わる。え、ブラッキー V CSR 2000円だ。なに、あ、ポッチャマか。じゃあポッチャマが高いんだ。じゃあそうに決まってるわ。だってこのままだと俺大負けじゃない。ポッチャマ CHR これだろ高いの。ポッチャマ CHR 来た。え、3000円だ。なに、アベレージ3000円です僕どういうこと。クロバットも3000円なのよ確か。で、アロマなお姉さんもだいたい2500円ぐらいでしょ。で、ポッチャマも2000円、野党三姉妹もそんなにいかないと思う。これもで、ブラッキー V もそんなにね、3000ぐらい。ファイアローは絶対いかない。じゃあ活力のツボは、活力のツボいくら。 UR だからね、言うてもこれあれじゃない、5000円ぐらいいくんじゃない。これいけばいいよ、これ5000円いったらもう動画終わります。活力のツボ、あーあーあー、活力のツボ UR2000 円です。はい、さよなら。それでは。